田中さん、じゃあ落とした状態みたいな感じですか。
丁寧に教えてくれるんで。じゃあ田中さん、あの音声戻ったら言ってください。もう OK ですか。はい。はい、ということで、ヤマケンプレゼンツ、アカデミアマスメディア、なかなか言いにくいですけど、プレゼン、真夏の共演ですね、後半戦に行きたいと思います、後半戦はですね、科学する料理ということで、サリーさんからプレゼンをしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ちょっと今日大西さんに教えてもらったばかりなのでセンスでよろしくお願いします。話しかみたいな、はい、いつ戻らせてもらいますね。先ほどご紹介いただいたように、どうかな、科学する料理研究家で、改めちょっとなんかそろそろなんか料理研究家っぽく最近なくなってきたので、おいしい科学研究室代表とかなんかちょっと改めようかなと思っているのでちょっとまたご意見いただければと思います。今日一応藤原先生からは、あの研究者側として、あの山川先生と門谷先生とサリーさんどうですかって言われたんですけど、研究者とはまた多分ちょっと違うかなと思います。で、じゃあ、まあどういうことやってるんだっていうところも結構分かりにくいと思うので、まあ、そういったお話から、順番にさせてもらえたらなと思います。で、まあ、科学って美味しいとか楽しいとか面白いとか、まあ、食を科学する、分かりやす、あの科学を分かりやすく楽しくより身近にっていうことをテーマに、活動しております。で、まあ科学の話もするし、料理の話もするし、まあ、一番メインとしてはこの科学と料理と、ね、あの交わる部分っていうところをメインとしてあのやっております。で、まあ、あのさっき料理研究家っぽくなくなってきたって言ったのが、まあ、執筆活動、コラムだったりとか、あの最初にご紹介あったと思うんですけど、あのヤマケンのメルマガを書いていたりとか、あとあの書籍の執筆協力だったりって執筆活動もしますし、あとあの科学する料理講座ということで、まあ、料理のコツだったりとかポイントっていうのをあの科学的に解説するセミナーを開催してたり、9月下旬にまたやるのでぜひよろしくお願いします。で、あとあの、まあ、京都の方は、あの京都というか関西の方々は、あの見に、来てくださった方もいたかもしれないんですけど、あの京大の総合博物館で、あの展示の企画をしたりとか、あの講演をしたりとかっていうこともしてます。で、あと関西の方にはぜひ聞いていただきたいんですけど、あの KBS、京都ラジオで、まあ、出演してちょっと料理の話をしたりとか、まあ結構あれもこれもぐだぐだいろいろやってます。幅広くやっております。で、あの一応メインとしては美味しいを科学するということをやってるんですけど、じゃあなんじゃそれはということで、まあ、料理をするときに当たり前のように、例えばお肉にじゃあまず塩を振っておきましょうとか、あとハンバーグ作るときにひき肉をよくこねましょうとか、あのお塩もいろんな種類あるけどどのお塩を使いましょうかとか、まあ、当たり前のようにやってたりとか、当たり前のように本に書いてあることっていうのが、じゃあなんでやらなきゃいけないのとか、もしかしたらやらなくてもいいかもねとか、あとはあのさらに美味しくするにはどうしたらいいのかっていうところを、あの科学的にあの考えてみたりとか、あとはそういった科学と料理っていうことで組み合わせることで、まあ、ちょっとあの難しそうだなって思ってしまうような科学の話っていうのを柔らかくお話しできるんじゃないかなと思ってやっております。で、じゃあなんで、美味しいを科学するようになったのかみたいな、まあ、そういうあの私の昔話みたいなところからあの徐々に話を していこうかなと思うんですけど、まあ、そもそもの発端は学生時代にブログを始めたことでして、まあ、すごくアメブロとか、非常に流行った時期で、まあ、流行りに乗っかって、私もちょっと料理ブログなんか書いたら、なんかこう料理上手女子みたいな感じでこうモテるかなみたいな下心とかねいろいろあったんですけど、まあ、いろんな下心とかでブログを始めるんですけど、まあ、非常に料理ブログって、まあ、今でもすごく種類多いんですけど、当時からもうたくさんの人がブログを書いていて、でその中で目立つにはどうしたらいいんだろうっていろいろ考えたんですよ。で当時、農学部の、学部生だったんですけど、
まあ、一応私は科学を勉強していると。で、まあ、農学部なので食に関する科学も多少やっていたので、あ、だったら科学と料理を結びつけたら他の人とは違うことが喋れるんじゃないかな、書けるんじゃないかなと思って書き始めたのがきっかけです。なので、まあ、下心とどうやって目立つかっていう、こう考えた結果始めたことなので、あんまり交渉で、全然交渉ではないんですけど、ただその結果、まあ、文系の学部の友達だったりとか、普段科学の話をしないような人たちに、ブログ読んでるよとか、面白いねとか、やっぱ半分ぐらい社交辞令だったと思うんですけど、まあ、面白いねとか、この前書いてあったこと、まあ、久しぶりに科学みたいなこと読んだわとか、まあ、そういうふうに感想をもらうことがあって、で、あ、こう言ったら科学の話っていろんな人にできるんだなっていうのが、その時こうすごく私には感動的な出来事だったんですね。で、まあ、女の子で、まあ、理科が得意でとか、理科がすごい好きでとか、まあ、そういう風な子ってこうちょっと敬遠されることがあるんですね。で、日常生活の中で自分の好きな科学の話をすると、真面目だね、勉強して偉いねとか、あと、いや、ちょっとそういう話苦手だからとか、しまいには彼氏に、あ、そういう話無理だからやめてとか、すごい根に持ってるんですけど、そういう時はうんうんって話を合わせてくれればいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとそういうの無理とか言われて、まあ、すごくなんかモヤモヤしていて、なんとなく話したいけどあんまり話しちゃいけない話なのかなぐらいに、日常生活であんまりしない方がいいのかなって思ってた話が、こう料理っていう風に身近な話とか、まあ、みんなが割と興味のあるような話っていうことに絡めることで、まあ、日常でも受け入れてもらえたりとか、いろんな人に読んでもらうことができるんだなっていうことが、当時の私には非常に感動的な出来事でした。で、まあ、周りに褒められると調子に乗るタイプというか、非常に簡単に木に登るタイプなので、まあ、そこから友達に勧められてL オンラインの公式ブログに企画を応募して、まあ、晴れてオフィシャルブロガーとして記事を書かせていただいたりとか、あと学生向けの出版企画コンテストに、まあ、出して、まあ、その結果、まあ、出版社の方からオファーをいただくことができて、まあ、科学で料理のコツを解説したレシピ本、おいしいを科学してレシピにしました。今税込みで1408円だったかな、を出版したりとか、まあ、あと雑誌のコラム執筆だったりとかってことをさせていただくことができました。で、まあ、そういう、まあ、周りに認められたっていうこともなんですけど、こうやってちゃんと、まあ、お金になったっつうとあれなんですけど、きちんと社会からも認められたのかなっていうことで、あ、これはもしかしたら科学っていうものを、自分の好きな科学っていうものをいろんな人に知ってもらうための一つの方法になるんじゃないかなと、まあ、思ったっていうのは、ここまでが、まあ、大体学生時代までです。で、まあ、そうやって漠然と、まあ、科学を身近に感じてもらうためにとか、まあ、科学って楽しそうだなって思ってもらうために、美味しいを科学する、まあ、料理と科学を絡めるっていうのはどうもいいっぽいなって思い始めたのが学生までなんですけど、まあ、そこから一応じゃあそれを、まあ、仕事としてやっていこうとか、より活動を広げていこうとか、まあ、例えばこういう場でちょっと偉そうに喋ったりとかするにあたって、じゃあなんで美味しいを科学するといいのかなとか、まあ、どうしたら、まあ、その美味しいを科学するっていうものを通して科学を身近に感じてもらえるのかなっていうのを、まあ、ちょっと真剣に考えるようになりました。で、ここからちょっとしばらくややこしい話というかするんですけど、まあ、科学リテラシーとか、まあ、科学教育、サイエンスコミュニケーションとか、まあ、ここ数年ですごく一般化した言葉だと思うんですけど、まあ、科学技術、まあ、これも完全にこの辺受け売りですけど、科学技術の高度化と普及、まあ、発展して日常の中に溶け込むようになって、まあ、誰もが科学的な知識や考え方を身につけ生かすことができるということが望ましいですよねというふうに言われるようになりましたけど、あ、これって結構ハードル高いよねって思うんですよ。一応私は京大の大学院まで行って、まあ、かなり科学、その日本全体で言ったら非常に科学的なことが分かってるはずの人の部類に入るはずなんですけど、でも多分
まだまだ足りない部分が多いと思うんですね。でじゃあそれってまあ理想は高く持つのは大事なんですけど、まあまず小さな一歩から始めた方がいいよねって思う部分も非常に多いです。でそもそも多くの人にとって科学、まあ、特に化学って、まあ、よくわかんないし苦手だなとか難しいなとかなんだか怖いな、ここに今来ている方っていうのはほとんどは全然こんなことは思わないと思うんですけど、世間一般で見たら、まあ、こういうふうに思ってる人も多分多いと思うんですね。でそれはやっぱり聞き慣れない単語が多いとか、あとはやっぱ学生時代に苦手で、苦手だから文系選んで、まあ、結果いまだによくわかんないなとか、あと、まあ、なんか難しそうな話題が多いなとか、あと怖い話題が多いなとか、まあ、そういったものがなんとなく敬遠される理由の一部なんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ義務教育を終えてこう周りから強制されなくなると、なかなか科学に触れる機会って少なくなると思うんですね。でそんな中で、まあ、苦手意識、苦手だなと思ってるとか、よく知らないなって思ってるものっていうのを改めて学ぶとか、改めて本を読もうとか、改めてきちんと調べようとかって結構しんどいことですよね。で私も正直、例えば今から経済学の本読めって言われると多分あ無理って言ってしまいそうなんですけど、まあ、そういうものの中で特にそのよくわからない単語がいくつも並んでいるとか、まあ、知らない言葉がたくさんあるっていうのは読む気をなくしたりとか、まあ、聞く気をなくしたりとかっていう、原因の一つだと思います。例えばプレゼンのコツっていう風なものの中でも半分ぐらい知ってる話を盛り込んどけってよく言いますよね。ああいうのでやっぱり知らないことが多いとなんとなくああ無理ってなっちゃうのが、まあ、多くの人かなと思います。でそれがまあ科学ってよくわかんないって言われる一因かなと思っています。であとその科学って難しいとか怖いとかっていうのは、まあ、特に最近すごくそのいろんな報道の中で見ていて、まあ、そうなんだろうなと思うんですけど、まず、まあ、最先端の科学技術で大発見とか、まあ、あとちょっと、まあ、例えば環境汚染とか、まあ、例えば原発事故とか、まあ、そういうちょっと怖い話題とか自分の命に関わるんじゃないかみたいな話題っていうのがやっぱりどうしてもニュースバリューがあるというかニュースに出やすいので、まあ、そういう怖いとか難しい話っていうのがどうしても科学として聞く機会としては多いと思うんですね。で、まあ、その結果例えば化学物質とか化学肥料とか、まあ、とにかく化学は悪者にされやすかったりとか、まあ、化学ってつくだけでやばいもんなんじゃないかみたいに思われてしまったり、で例えば食の世界でも私もお仕事していて、すいませんけど化学の字は使わないでくださいとか、この字は使わないでほしいです、この単語はちょっと避けてください、イメージが悪いんでって言われることはあるんですね。私おいしいを科学してる時点で大体の場合は、まあ、何書いても大体許されるんですけど、特にメーカーさんとお仕事するときとかはあちょっとこれはって言われることもあります。で、まあ、例えば科学技術を駆使した一皿ですってあんまり美味しくなさそうなすごそうなんだけど美味しそうに見えるかって言われると、もう科学技術を使ってなんちゃら合成でどうのこうのとかっていうと、もうそれだけで美味しくなさそうに見える、無機質に見えるっていう、まあ、どうしてもこの科学のイメージみたいなものってあるかなと思います。で、まあ、そういった結果、例えばほにゃほにゃは科学的に合成されているから体に悪い、環境に悪い、でだから天然のほにゃほにゃを使うと健康になるとかエコとかっていう言い方がまかり通ってしまったりとか、あと私がすごい好きな冗談でジハイドロゲンモノオキサイドは危険だっていう、ジハイドロゲンモノオキサイドって多分皆さん分かってると思うんですけど、H2O 水のことなんですよね。でもジハイドロゲンモノオキサイドは危険やって言われたら、あなんかすごいやばそうって、なんか規制した方がいいとかってなりますけど、水は危険やって、まあ確かにそれで溺れたりとか例えばジハイドロゲンモノオキサイドにさらされていると肌がどうこうなってとか、確かにずっと水に浸かってたらブヨブヨしてきて健康も損なわれてとかあるけれども、物は言いようというか、
科学的な言葉とか科学っていう言葉を使われるだけでなんかよくわからんしなんか怖いしなんかとりあえず避けとこうみたいになってしまうのが現状かなと思っています、うん、で話を戻すんですけど、でだから私は美味しいを科学するのがいいかなと思ってるんですね。でまず、まあ、食って、まあ、人によって1日1食だったり2食だったり3食だったりすると思うんですけど、まあ、美味しいものを食べるとか料理を作って、人に食べてもらうとかっていうことは、まあ、文系理系問わず、まあ、職業も問わず年齢も問わず多くの人にとって身近で興味のある話題かなというふうに思っています。私も今日のこの回の後の懇親会の料理がすごい楽しみでそのために今喋ってると言っていいぐらい楽しみなんですけど言っちゃったまあ、そういうふうに、まあ、理系だろうと文系だろうと、まあ、そういうことを仕事にしていようとそうでなかろうと、まあ、興味を持ってもらえる一つの話題の一つかなと。でしかもそれを知っていると例えば今日の晩ご飯に活用できるとか、あとこうそれを食べさせながら実はこれはねってちょっとどやれるとか、まあ、そういう使い道がある話かなと。でもう一つは食っていうと、まあ、食の安全とか栄養とか健康とかっていろいろ関わってくるんですけど、美味しいっていう言葉は、まあ、命には関わらない話なんですよね。なので美味しいことにすごいみんな興味はあるけれども比較的冷静に話せる話題かなというふうに思ってます。まあ、もちろん白熱することもあります。料理男子はどうこうとかって言ってちょっと最近プチ炎上したこともあるので白熱することはまあもちろんあるんですけど、ただまあ自分の命に関わらない話って比較的みんな冷静に話ができるのかなというふうに思っているので、まあ、美味しいっていうことで本当に個人が特定されるほど白熱することってあんまないと思うんですね。なのでそういう意味で食っていうのは食とか美味しいを科学するっていうのは冷静にというか、まあ、気軽にとかあんまり身構えずに科学の話をする、まあ、いい入り口なんじゃないかなと思って、なので私は、まあ、科学者っていうほど科学者とか研究者って言えるほど科学についてものすごく詳しいわけでもないですし、なんだったら私の科学の話はすごいザクッとしてて厳密さを欠いていて、すごく科学した人からするといやちょっとそれは例外でとかそれちょっと多分注釈が必要でとかって細かく言われるようなこともすごく多いんですけど、ただその入り口としてこっちおいでって科学の世界って奥にこんなにいろんなことがあるんだよって話をするための入り口に立つ人としてまあ、こういう話をしていけたらなというふうに思ってます。でちなみに美味しいを科学するってすごいこう自分の信念に合ってると思ってすごい使ってるんですけど、私が決めた本のタイトルで美味しいを科学してレシピにしましたってあるんですけど、ネーミングは私じゃなくって本の編集の担当の方がつけてくれたので、いやーよう分かってはるなーと思ってすごい今では大変感謝しています。でまあそういうダラダラっとなんで私が美味しいを科学するようになったのかとか、まあ、美味しいをなんで科学今しているのかっていう、まあ、信念というとあれですけど、まあ、なんでそういうことをしているのかっていうまあ、タイトルの話がここまでで大体できましたので、ちょっとその後、まあ、具体的にじゃあどういう個々の活動をしているのかっていう具体的な説明をさせてもらおうかなと思うんですけど、まあ主なところ、まあ、他にもコマコマもう何でも屋さんみたいな感じで食か科学が関係してたら何でも来いみたいな感じでやってるんであれなんですけど、まあ主なところは最近はこの辺です。で、まあ、まずはこれだけは言っておかないとということで一番最初に言ったんですけど、まあ、前半の一番最初にご説明があったように、博士アット研究室というメールマガジンを直マガでやっております。で、月に一度私の記事が担当の記事がありまして、サリーの今後の料理科学風味ということで、まあ、たまに真面目な話とか硬い話も多いヤバ犬のメルマガの中でもう最高に緩い記事が私の担当です。で、まあ、基本ゴミを使いこなすとか食塩の役割砂糖の役割みたいな話から、まあ、季節の話
和食とお正月料理についてとか、あとあのカカオ豆からチョコレートを作ろうっていうので、あの本当にチョコレあのカカオ豆を買ってきて、もう1日がかりなんですよ。何時間もずっとすり鉢ですり続けて、もうあの何だったら家族係でみんなで、あの私と両親と交代ですり鉢をすり続けながらチョコレートを作ったっていうあの記事をご紹介したりとか、あとあの一番最近ので、これ年波さん曰く大変好評だったらしいんですけど、京都のかき氷を調査するってことで、あの京都のかき氷を5軒あの回りまして、温度計と糖度計とあと定規とはかりと持って行っていただきます。でとりあえず測る、重さを測りまして、温度も測りまして、糖度も3回ぐらい、温度と糖度は3回ぐらい最初と途中と終わりと測って、そのかき氷って公園にシロップをかけただけやないかって、それなのになんでこんなお金取るんやって思うと思うんですけど、全然違うんですよ。お店によって味も違うし、頭が痛くなるかき氷もあれば全然痛くならないかき氷もあって、じゃあそれってなんでなんだっていうことを、あのまあ半分あのジョークで半分真剣にあの調べまして、あのメールマガジンでも論文風味でお届けしております。あの論文の体裁を取りつつも時々ちょっと緩いみたいなあんまりあの真剣に読まれると多分リジェクトされちゃうんですけどあの、まあ、論文ってこんな雰囲気で書かれてるんですよっていう、まあ、紹介も兼ねて、あのかき氷を調査するという記事を書かせていただきました。あの来週号は私の番なんですけど、まだ書けてなくってあの年部さんに釘を刺されてるんで、ちょっとまあ皆さんお楽しみにというところですね。で今ファン優待キャンペーン実施中ということで、8月の1日から31日までの間に、ご登録いただきますと、初月無料かつ、抽選で1名様に Kindle Fire が当たるというキャンペーンをやっておりますので、ぜひこの機会にご登録ください。よし、とりあえずここまで話せばあとは大丈夫ですね。であの、まあ、他にも、ハギントンポストで、まあ、あの雑多にいろいろ書いてたりとか、あとあの、まあ、女子高主に女子高生がターゲットなんですけど、まあ、リケジョっていう月刊誌ですね、で、まあ、リケジョキッチンというあのページを担当させていただいたりとか、あと、6月からかな、PHP のびのび子育て増刊号って、年に4回発行されてるんですけど、あそこで美味しい特化学のハーモニーというタイトルで、まあ、それこそあの料理のコツというものを科学で解説するというあのページを担当させてもらってます。でこれなんかはまさ、 あのさっきのヤバケンとかは多分科学に興味、割と興味のある人が読者だと思うんですけど、まあ、こういうあのいわゆる子育て中のお父さんお母さんっていう、まあ、別に科学とは、まあ、関係ある人もいるし関係ない人もいるしっていう中で、あの一つのコンテンツとしてゆるく読みやすくお届けできたらなと思ってやってます。でこの辺なんかは全然食と関係ないんですけど、深海が丸ごとわかる本とか、日常の不思議に学ぶ楽しい科学とかっていうのは、あの執筆協力って形で一部のページをやらせてもらってます。なので、まあ、食っていうものが一つの自分の入り口なんですけど、まあ、科学についてゆるゆる分かりやすく書きましょうっていうことをいろいろやってます。で、まあ、書くのが一応本業のつもりなんですけど、そうじゃないこともいっぱいやっていて、今年の、一番最近だと今年の4月かなに、和食の知恵うまみとか、あと料理をもっと美味しくするフルーツの科学とか、調味料本当にうまく使えてますかっていうタイトルで、まあ、セミナーを開催させてもらってます。あのまあ読んだまんまの内容なんですけど、まあ、あのちょうど去年の、12月かなにあの和食が世界遺産に登録されて、じゃ あ, あのその特徴の一つとしてうまみを活用してるとか、まあ、だしを使ってるっていうことが挙げられると思うんですけど、じゃそのうまみとかだしって何がええのとか、どうやって使ったらいいのみたいな話を、あのまあうまみ成分とか、まあ、うまみ
の味覚に関する話とかっていうところからあの話をさせてもらってます。であと調味料本当にうまく使えてますかっていうのはあの、まあ、調味料って味をつける、まあ、味を整える量なので味をつけるものなんですけど、まあ、それ以外にもあのいろんな作用がありますよねとか、まあ、そういう話をさせていただいてます。であのここから宣伝なんですけど、9月の27日28日に再び京都で今度は、27日は牛肉28日は温度、まあ、テーマカッコ仮なのでもうちょっとこんな感じで真面目にタイトル考えるんですけどあの、まあ、こういった講座を開催する予定です。で、まあ、詳細はまた決まり次第あのツイッターなりフェイスブックなりなあのブログなりでご報告しますのでぜひよろしくお願いします、はい、で、まあ、これはもう過ぎた話なんですけど今年の6月に京大の総合博物館であの、まあ、京料理とか日本料理っていうものをテーマにした展示をあのさせていただきました。であの大きく2部構成になっていて前半は和食の美味しさ旨味は海で生まれたということでの旨味、和食の旨味を作り出している出汁、まあ、昆布とか鰹節とか、まあ、他にもいりこ出汁だったりとかマグロ節だったりとかっていろいろあると思うんですけど、まあ、そういったものの多くは海で生まれた。で海で生まれてからその私たちの手元に、まあ、例えばお出汁のお椀としてあのたどり着くまでの間にじゃどういう道のりを経てるのかとか、はい、あの成分的にどうなってるのかみたいな話を、まあ、あの和食っていうものを入り口に科学 の, あの話にもつなげて貸してもらってます。で後半はあの日本料理アカデミーっていう、まあ、団体があるんですけどその中その方々とあの、まあ、京大を中心とする大あの研究者の皆さんであの、まあ、和食のイノベーションに挑むということであの科学的な切り口科学的な知見を交えながら新しい和食の形を切り開いていこうという、まあ、取り組みをされていて、まあ、その成果をあのお話あの展示しています。なのであの日本料理とか和食の出汁とか伝統的な和食っていうものについて結構科学の切り口から見ていくと非常に面白い部分が多いですよねということを、まあ、あの展示としてさせていただいて、まあ、非常にあの大学関係者の方も多く来られていたのであの、まあ、そういう人たちからすると、まあ、科学に馴染みのある人たちも多かったと思うんですけど、まあ、そうじゃない例えばあの高校生が社会科見学的な感じで来てたりとか、まあ、そういういろんな人たちに向けてあの、まあ、今流行りの話題の日本料理っていう切り口であの科学の話も触れさせてもらってます。で一応講演もしてなぜ旨味が重要なのか旨味っていいよねとか出汁って大事だよねって言うけどなんで大事なんとかなんでいいのとかっていう話をあの、まあ、講演ではさせていただきました。で、まあ、最後、ラジオ出演です。時間書くの忘れたな。これ何時だっけ9時半とかだったかな。まあ、ちょっとまた朝夜朝です朝です朝この日はちゃんと真面目に早起きしてですね生です。だいたい私静岡にいるんですけど電話で出演してます。アット驚くドットコムっていうコーナーの第3木曜日の担当なので次は8月21日ですね。まあ、本当にあの KBS を聞いている幅広い方々に向けてまあ、科学っぽさあんまり入れすぎないようにゆるゆるとやっているようなコーナーです。なので、まあ、そうやっていろんなチャンネルいろんな媒体を通していろんな人たちに向けて、まあ、より科学っぽい話もするしちょっと科学の要素エッセンスを入れて料理の話をするしってこともしていて、まあ、どういう形でやっていくのがいいのかなってまだまだ模索中ではあるんですけれどもまあ、入り口に立って呼び込みをする人みたいな感じで科学の宣伝ができたらいいなと思ってやっております。長々となりましたが、はい、ということでサリーさんの
まあ、美味しいを科学するなんですけど、まあ、科学といえばなんとなくあの料理漫画には必ずあのキャラクターの一つに科学をするが出てくるんですよ。食撃の相場とかにも出てきましたけど、大体負けます、負けるとかなんか悪役ですよね。でもなんか最近は割に持ち上げてるっていうか、ね、スペイン料理とか、ね、あ、そうですね、あの結構試験管とか使ってみたいなのが、はい、これ松田さんどうですか科学。いや今面白いなと思ってね、その気氷の重さ等の温度を3回測ると面白いな、はい、まあ、やりたいなと思って。岡本でなんか科学する料理どうするんだい。や今ね、いや、まあ、またかき氷もって言うんだけど結構ねちょっと来てて、はい、なんでなんか非接触の温度でずっと測りながらかき氷やってるおっさんがあるわけですよ。やっとな思いながらやるんだけど、あの頭にキーンと来ないかき氷作るよね、はい、それするためにはやっぱり温度が重要だ。科学だ。そうそうそう、いや面白いな、だからちょっとまた教えてください。はい、あのぜひぜひメルマガの方も読んでいただいて。撮ります。はい、バックナンバーを読んでいただかないとっていうのは撮ります。なんかね、あの町のイベントとかで、はい、なんかそういう科学をテーマにね、うん、やったりして面白いような気がしますけど ね、いやだからね、うまいとか、なんかなんとなくのその切り口でしか、うん、まあ、例えばランチ食べに行って、なんかメニューの雰囲気どうなるか、そうでしょ、うん、でなんかちゃう切り口入れてるから、面白いな、うん、もうなんか、無慈悲な切り口できますからね、うんうんうん、面白いな、うん、でもなんかブレなくていいですよね。そうですね、まあ、面白い、面白い、やっぱりこのサリーさんのキャラクターもありますからね。そういうキャラなんだ。どういうキャラなんだろう。はい、どうもありがとうございます。はい、続きましては西宮経済新聞の林拓真さんなんですけども、テーマはあのクエスチョンクエスチョンクエスチョン何が出てくるかはこれから今準備していただいて出て分かるということでした。はい、どうぞ、今準備中です。失礼します。最後センシダイズするのよいしょ。これ落語さん必ず最初に扇子をパーンってやりますよね。最初の最後にやらないよいしょ。まずこれ画面が出るまで不安ですよね。はい、刺さるかな。よいしょ、いける、いけてくれ。さあ、出ろ。あ、出ました、わかった、ありがとうございます。はい、では、林さんよろしくお願いします。今日は西宮から来ました、あの西宮経済新聞の林と言います、よろしくお願いします。で、さっきあの岡本の、松田さんのお話とか聞いてて、あのすぐ隣の地域でもありますし、あの町のことなんですごくあの勉強になるなと思って、後で弟子入りに行かなと思ってるんですけれども今日はですね、あの僕が、西宮経済新聞という活動を、まあ、どんな風にしているかっていうお話と、まあ、そこから最近地域密着の電子書籍の専門レーベルで西宮出版っていうのを立ち上げたので、まあ、ちょっとそんなお話をできればなと思ってます。よろしくお願いします。でですね、まず自己紹介からなんですけども、ちょっと待ってください。こっちか。まず本業っていうか一番最初に町のことに関わったのは、フリーペーパーでして、でよくあるあの地域のお店を応援するっていうこと、広告販促支援という形でやってきました。で、まあ、今は西宮研究所という形でミアラボという名前をつけて西宮で遊んでいきましょうということをやっています。でその後にですね、フリーペーパーだけじゃなくて、地域の情報をもっと純粋なメディアとして発信していきたいというように思うようになりまして、で西宮経済新聞というインターネットメディアを昨年なんですけども始めました。で、みんなの経済新聞ネットワークっていうのが全国に100ぐらいありまして、で、本部は、渋谷経済新聞っていうところが一番最初2000年から始めてもう14年ぐらい経つメディアなんですけれども、平日にハッピーニュースだけ街ネタを配信する、1日1本は最低配信するっていうことをやってます。で、だから事件とかは扱わないんで、野々村さんとかすぐ近くにいたんですけど扱わないと、はい、いう形でして、で、まあ、
どっちかというとその大きい事件というよりは町の記録係っていうようなコンセプトで町の移り変わりをこうアーカイブしていければなっていうことを考えてまして、でなので例えばこういう甲子園の駅が今改装中なんですよね。でこれ自体は何も起こってないんですよ。要は工事が進んでるんですけど、あ、なんかでかいの来た、じゃあそれを記事にしようっていう、まあそういう感じで活動しているのが西宮経済新聞です。で特徴としては、僕たちが書いた記事っていうのが全部ヤフージャパンに全文転載されるようになってまして、なので オンドメディアの人たちのブログとかを見てますと、みんなの経済新聞はヤフーへの一番敷居の低い扉だみたいなこと書いてあってなるほど、そういう見られ方してるのかということで、でも中にはですね、この僕たちが書いた記事がヤフージャパンのトップを飾る時もありまして、西宮では福男っていうのがすごい有名、朝の4時からですねガクガク震えながら赤本のところでもう今かと開くのを待ってましてですね、それが無事にヤフージャパンのトップページに載ったとか、そういうこともありました。でこうやって日々地域の情報なんかを発信していってるんですけれども、他にはですねコミュニティ FM なんかにも出まして、人を紹介したりとか、あと地域のメディア同士をこうくっつけるような番組を作ったりとかですね、あと現地にレポートに実際行ったりとかっていうこともしてます。なので紙とウェブと、電波っていうようなことをしてまして、あとはイベントですねと、まあイベントに付随するコミュニティみたいなこともやってまして、西宮っていうのはバルっていう食べ飲み歩きイベントがすごい盛んなんですね。で普通だったら一市に1個バルがあったらいい感じなんですけども、西宮はもう12地域でバルやってまして、で今年の3月7日8日にはそれが2日間全市一斉バルって言って513店舗が同時に2日間でバルをやったということもありました。でバルをやってて思うのは、その地域と地域って普通連携してないんですけど、そのバルを共同でやることによってそこの地域のキーマン同士がこうつながってですね、そこからスピンオフでいろんなことが起こってきて、あ、こう人がつながるってすごい面白いなっていうのをすごい目の当たりにして感じています。で、そこから派生してですね、僕も自分でも最初は広報で関わってたんですけども、やってみたいということで甲子園浴衣バルっていうのと、甲子園そこのスピンオフで甲子園七夕浴衣マチコンっていうのをやりました。で、七夕浴衣マチコンっていうのは 2年ぐらい前にやったんですけど、いや単なるマチコンじゃなくて、まあ、浴衣で甲子園の日にこう初めて浴衣の袖を通そうよみたいな、で甲子園の周りが浴衣で染まったらお酒美味しいよねみたいなまあそういうね気持ちで始めたんですけれども、まあこんな女性が甲子園の周りにいっぱいいたらすごく嬉しいなと。特にアップした時のうなじがですね僕大好きでであれは理由があるらしいですね。さっきの科学の話じゃないですけど、スキー場でスキーウェア着てる女性ってすごい可愛いじゃないですか。あれはなんか雪がレフ板の役割を果たすとかいうのをカメラマンの人に聞いたことあるんですよね。でこの浴衣のうなじは女性の一番弱い部分で、男が守りたくなるらしいんですよ。で僕こんな好きなんだと思うんですけどまあそういうようなまあやましいことを堂々とできるようなイベントをねやっていけたらなと思ったりもしてます。であと神戸 IT フェスティバルっていう大きい神戸の IT 系のイベントもありまして、まあそこでどうやったら地域がIT を使って盛り上がっていくのかなんていうこともやらせていただいてます。であと一個ですね、ちょっと最近、まあ要は自分がまず幸せにならないと人は幸せにできないよなっていうことで、自分が幸せになることをすごくよく考えてるんですけれども、そこで僕夫婦円満スタンプみたいなのを今作って申請中なんですね。でどんなスタンプかっていうと、この畑山茂雄っていうお父さんがですね、この畑山由美子っていうお母さんにすごく怒られている。でただここでスタンプをずっと会話していくと、最後にはなぜか仲良くなるっていうそういう僕が奥さんに謝るためのスタンプみたいなのを今作ってまして、ただ結構尻に敷かれてるねお父さん方なんかはこのスタンプ奥さんには女性のバージョンを入れてもらってですね、自分はこの男性バージョンを入れたらいつか
そんなに謝らなくてもスタンプで会話してるだけでハッピーエンドみたいなことを考えてます。これ絶賛申請中なんですけど、なかなかアップされずにですね、まだ交流できないです、はい、まあこういうふうに自分が幸せになることなんかも真剣に考えてます。でですね、今日ご紹介したいのはここからがまあ本題なんですけども、先ほど言った電子書籍ですね。でそもそもなぜじゃあ電子書籍やろうと思ったのかって言いますと、僕じゃないんですけれども、大阪でうずうずっていう中小企業の経営者の勉強会っていうのがもう7年ぐらい毎月1回やられてて、でもう、70回80回っていう回数を重ねてるんですけど、コンセプトは中小企業の経営者って弱い存在だよねっていう、でただお互いすごく専門知識を持ってたりするんで、それを、シェアしましょうということで、ウィズダムシェアリングワークショップっていう形でうずうずっていう番組のものになってます。でここでいつも思っていたのは、20人とか30人というかこの場にいる人たちにはその自分たちの専門知識は共有できるけど、でもそれって流れていっちゃうよねっていうことでした。だから影響っていうのがその場にいる人にしか与えれないって、これってすごくもったいないねって言いながら回数はどんどん進んできたんですね。ただある時その73回の勉強会で東山さんという方が電子書籍を出版した、その出版の仕方を知恵として共有してくれて、まあ参加者としてみんな聞いてたんですよね。その時に、みんなこの東山さんという方がいかに電子書籍が簡単にできるかっていう話を聞いてですね、むちゃくちゃテンション上がったんですよ。そんな簡単にできるの？アマゾンに？みたいな話になりました。でそれだったらやってみよう。そんで僕たちのそのセミナーとかで2時間話した内容を書き起こして電子書籍にすれば、もっと広くの人たちにこうアーカイブとして伝えていけるんじゃないのっていう話になって、そのうずうずっていう主催者のリーダーがうずうず出版プロジェクトっていうのを作りまして、でもう1ヶ月ですぐ4名が出版しました。でそれに続いて3ヶ月でまあ、今まで要は2時間ぐらいのセミナーをやってますんで、そこでそのセミナーの書き起こしみたいなのとかリライトみたいな形で十分1冊の本になるんですよね。そういう形で3ヶ月で9冊出版されました。で半年で14冊どん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 増えていったんですよね。はい。で、まあ、新聞とかでもですね、多様な中小企業の専門家が電子出版で知恵を共有しているよとかいうことでいくつも取り上げていただきました。でグランフロントで、実際にそのアマゾンの電子書籍セミナーっていうのをやったところ120人が集まりまして、でかなりこの中から実際に出版をしてアマゾンで Kindle で総合1位取った人もいるということで、結構みんなの背中を押せたものだったのかなと。で最近ではその青森とかですね、地域の活性化で電子書籍を使いたいというような人たちに呼ばれてメンバーが行ったりしてます。でですね、でついこの間なんですけど、大阪の三層館というところで、もういよいよ僕たちの活動を、Amazon の本体の担当者の人と来てコラボっていう形で共催もできまして、でその時もすごいこれぐらいたくさんの人が来てくれて、でアンケートとか見たらなかなか上々な反応だったです。でこれ僕なんですけどね。で僕も一応ちょっと登壇させていただいたと。はい。で、今ではですね、もうこれぐらいの、タイトルが出てまして、で、まあ、なんでこんなにうずうず出版というプロジェクトで今まで売れた冊数っていうのがトータルで6000冊になってます。で、これは、多いか少ないかっていうのは、人の捉え方だと思うんですけれども、僕たち全員無名の中小企業の経営者なんですよね。その人たちが1年間で打った冊数としてはすごい頑張ったんじゃないかなというふうに自分たちでは思っています。でですね、今日テーマとしては電子書籍出版はやっぱり簡単だっていうのが多分ここにいる全員の方が書けるんですね。書くって言ったら書けます。で、あとその電子書籍をなんとか地域の、盛り上がることにつなげれないかっていうことを今考えてまして、まず電子書籍がどんだけ簡単かっていうことなんですけれども、まあ、なんで出版したいのかっていうところを確認して、で次はもうその目的に応じても一気に書くってことですね。でそれにみんなに受け入れてもらえるようなタイトルと表紙を作ったらもうアマゾンで出るっていうことです。ですごくシンプルなんですよね。で、
まず出版目的を明確にするなんですけれども、例えば印税目的とかブランディングとか、まあ、振り返りとかっていうのもいろいろあるかと思ってて、まあ、どれだっていいと思うんですけれども、まあはっきり自分がそのためにするっていうのを考えた方がいいっていう。で、あとやること2なんですけど、文章を書くっていうことですね。で、これは勝間さんの電子書籍なんですけど、値段見てもらったら100円ってなってます。これなんかアメリカではですね、マイクロ、コンテンツっていうんですかね、要はすごくボリュームが小さくて1ドルみたいなやつが結構出ているらしくて、で勝間さんもこれ100円シリーズっていうことで、ページ数はそんなに多くないけれどもワンコインシリーズみたいな形で出されてる。で、電子書籍のいいところっていうのは、普通一般の人ってこんな分厚い本書けないじゃないですか。だけど僕たちが実際にやってて満足できるボリュームっていうのを聞いていますと、1万5000文字ぐらいあったら大体コンテンツのボリュームとして満足してもらえてる感じなんですね。1万5000文字って言ったら、まあ、原稿用紙だったら40枚とかそういう範囲でして、それだとやっぱり自分の専門の分野についてやったら結構1日で書けたりする量です。はい、ということで、あ、なんだこれ、あれまたこれが出てきた、よいしょ、これか、あ、出てきましたね。で、1日でかけたりする量です。で、あとセミナーで講師とかされてる方って結構多いと思うんですけど、約2時間の、セミナーを書き起こしたら結構1万5000文字ぐらいのボリュームになります。で、もう最初から講演録つけとけば特にリライトする必要もなかったりします。はい、うちのメンバーも講演録としてすぐに出した人もいました。で、やること3なんですけど、まあタイトルをつけるっていうことで、これはこの間西宮出版っていう、まあ僕が出した地域レベルから出版したタイトルなんですけども、要はターゲットは誰なのか、ママの働きたいを叶えるっていうことで、まあ働きたいママがターゲットで、あとキャッチーさっていうことで、オリジナルな言葉、おうちオフィスって言ってるのはそのライフオーガナイザーの方々と、ママ起業家の方がこれは協調で出した本なんですけども、そういうオリジナルのワードになってたりします。で、あとは通勤0分って、まあ家なんで当たり前なんですけども、そうやなって思ってもらえる、共感できるっていうようなポイントになったりします。はい。あと、キーワードがオリジナルであると検索した時にすぐ出てきたりしてくれるんで、人に後から伝えていく時にも、伝わりやすいです。で、電子書籍を、まあじゃあどうやって地域に活用していくのかっていうことなんですけど、僕自身も出しました。西宮から世界へ、地元で見つける夢とやりがいのある生き方って。まあ割とちょっと、恥ずかしい感じの、ね、真面目なタイトルではあるんですけれども、まあ、自分が本当にそう思ってるんでね、まあそこは誠実にいこうかなと思った通り書きました。で、出版目的は何だったのかっていうと、夢が叶う街として西宮を PR したいという気持ちがあります。というのは、西宮って先ほどの住みたい街ランキングでは1位だったりするんですけど、なんか全国の地域魅力度ランキングとかっていうのを2013年版では100位にも入ってないんですね、市町村で。ちなみに1位は京都市。ずっと多分北海道が、どこやったかな、札幌やったかなが1位だったのが、まあ5年ぶりぐらいに京都が1位になったとかっていう話を聞いたんですけど、要はその街らしさみたいなのが、感じられる街がやっぱり魅力度を伝えてる街なのかなと思ってまして、そういう意味では西宮は、甲子園もあるし、宿川の桜もあるし、酒蔵もあるし、いろんなものあるんですけど、全部がこうバラバラな発信になってるのかなと思ってまして、で、僕はやっぱり甲子園っていうのが、高校野球中の夢の象徴であって、で、この街だと夢が見れて、で、それが叶うっていう街になったら嬉しいなと思って、そういうようなタイトルに、目的で著書を出しました。こんな感じですよね。ようこそ西宮市へみたいな。で、あと夢を追いかけてる人の応援っていう形で、今回3人の協調だったんですけども、例えばこの人はチキン大佐って言われてて、地元で甲子園ヒーロー揚げっていう唐揚げをですね、地域にご当地グルメに育てて地域に広げていこうとしてる人なんですね。で、むちゃくちゃ熱くてですね、町のまあふざけてはいますけど、こう見えてすごく熱く真剣にそのご当地グルメとして甲子園ヒーロー揚げっていうので町を盛り上げていこうと思っている人なんですけれども、あとですね、江南大学の、アグリスタっていう農業団体を立ち上げている金子くんっていう学生さんがいまして、
で彼も西宮の未来を農業で変えていって、かっこいい農業で、要は今の農業を自分の手でなんか活性化したいっていうすごく熱い思いを持ってて、実際大学を休学して活動してるんですけど、こういう西宮からこう世の中を変えていきたいっていう人たちを、まあ、応援できたらすごくいいなと思いまして、3人で協調することにしました。でですね、あとはまあ自分の夢を叶えるっていうことですね。はい、僕はなんていうんですか、西宮から世界をよくできたらいいなってすごく思ってまして、まあ最初見た時、シンクグローバルアクトローカルみたいな言葉を見た時に、あ、割とすごくしっくりきそうだったんですけど、でも自分がやってることと全然違うんです。世界のこととかあんま考えてないなと思ってて、でもどっかで世界良くしたいなっていうのは思ってて、で自分なりにそれをちょっと変換したら、西宮のこと考えて西宮をこうバーって良くしていって、それがいつかこう他の地域とかに伝わってね、良くなるようなことになれば自分のやりたいことかなと思いまして、でなので西宮を良くすることばっかりを集中して考えていこうというふうに今は考えてます。でもいつかそれを西宮からちょっと世の中を良くしていけたらなとは思ってます。でそれを電子書籍の中で書かせてもらいました。で、実際にこの電子書籍を書いたことでですね、ここのチキン大佐がですね、プノンペンに出店できるようなことになりまして言ってみるもんやなとやっぱり思いって口にすれば叶うんだなっていうのを、まあ、自分たちの書籍の中でもすごく言ってるんですけど、まあ、それが実際に起こったっていう風になってます。で、まあ、今回そのやること、目的をはっきりさせるっていうことでいけば、こうこの3つが、僕たちの目的でした。で実際文章を書くことなんですけれども、割とその普段からブログとか書き慣れてる人だったら結構書けちゃいます。で一気稼いで多分10時間とかで集中して書いて、であとそれをこう構成したりとか、ちょっとたけりたけってる文章を抑えたりとかですね、あと足りないと思いますとか、こうすごく弱気な口調になりがちなんで、そういうのをちゃんと責任持った言葉で断言するとかですね、まあ、割とその書くコツとかっていうのはあると思うんですけど、とにかく書くということです。でただこういう飲食店の経営者さんたちっていうのはなかなか書いてないですね、普段文章喋るのとかむっちゃ面白くて得意だったりするんですけど、じゃあ書けますかって全然書けなくてですね、でまあマインドマップを作って、でストーリーをやるんですけど、つなぎ合わせていったらですね、矛盾だらけになったりするんですよ要は今まで一方の線でストーリーでつなぐ必要とかってなかったんですね、甲子園ヒーロー上げにのストーリーに歴史に関しても。で最初15年前にこんなことしてたらって言ったら、15年前にそんなサービスなかったですよねみたいな話になって、どん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 それを責めていくと、俺は嘘ついてないみたいなことになってですねで、いや、責めてるんじゃなくて、やっぱり、リスタースの本ってそこ気になるから、やっぱりここはしっかりちょっと思い出してくださいっていうような感じで、それをもう繋ぎ合わせる作業っていうのをすごいしました。で、もうあまりにも拉致が開かないんで、東京のホテルに監禁して、書き終わるまで返さないっていう風にしてですね、これはその時の写真です。はい。で、まあ、ただインタビューしてですね、喋ってもらうと。で、この人高知出身なんで、東京の皇居に連れて行って、こう江戸城が無血解除されたところですよとか言ったら、まあ、結構テンションが上がってきてでこう 割と吹き込めたっていうのがあるんですけれども、まあ、こういうふうに思いもあってストーリーもある人だけど書けない人の話を僕たちがお手伝いしてストーリーにするっていうのはすごい意味があるとこの時思いました。で、まあ、まあこれ今ちょっと言ったんですけど、やったこととしてはマインドマップでその人の歴史をどこを抽出するのかっていうのを決めて、でそれを点を線でつないでレコーダーに録音して、でまあ皇居に連れて行って、で最終的に文字にするということです。はい。で、あとタイトルなんですけども、まあキャッチーにやったりするのも大事なんですけど、僕たちこれ売ることを目的にやるんじゃなくて、こう知り合った人にできたらこう憲法みたいな形でプレゼントさせてもらって、で思いを知ってもらってっていうことを考えてたんで、割とそんなに売れなく、アマゾンで1位を取りたかったんですね。3日間とか集中で知人に買ってもらって、その1位は取ったっていうのは書きたかったんですけど、それ以降は周りの人たちに読んでもらえる本にしたかったんで、割とこのターゲット明確にキャッチとかっていうところの部分に関しては全然考えませんでした。で、あとまあ表紙を作るっていうことなんですけど、こういったことをして出版すると、まずアマゾンで名前を打ったら出てくると。
これが割と結構嬉しい。アマゾンで売ったら自分の名前出てくるっていうのですね。あと、こういうところで、トマベチさんとかですね、石井さんとか、そういうアンソニー・ロビンスとか、本田健さんと一緒に、その自分の本が並ぶっていうの、これもだいぶご飯が美味しくなります。はい。で、あとですね、各カテゴリーで、総合1位っていうのはなかなか大変なんですけども、カテゴリー1位っていうのは結構な、著者が取りました。マーケティング、セールスとか、法律とかですね、演劇とか。で、カテゴリー1っていうのは、今、電子書籍ってそんなに出してる人がまだ多くないので、実は割と簡単に取れます。で、何冊ぐらい売ったら1位取れると思いますか？クイズなんですけど、Kindle ですよ。実際の Amazon の本じゃなくて、Kindle 本としての。どれぐらいだと思う？何冊ぐらいかな？100冊。田脇さん、どれぐらいですか？いや、まあ、実際売ってるんで。はい。あ、ですよね。はい。失礼しました。そういうこと。で、これ、50冊から90冊ぐらいで、まあ、これ、カテゴリーに当然よります。よるんですけど、50冊から90冊ぐらいで1位が取れたりするんで、割とその、Amazon Kindle 本カテゴリーランキング1位っていうような肩書きは、大体の方は取れると。今ならですけどね。で、ただ、どんどんこの冊数は増えていってます。やっぱりタイトルどんどん増えてますんで、まあ、もしそういうブランディングなんかに使われることを考えてるんだったら、早出した方がいいと思います。はい。で、裏技ありっていうことなんですけど、これですね、実際に見てもらったらいいと思うんですが、Amazon で、これ出てないか。しまったな。ちょっとネットが繋がってないんで、うまくすぐ出せなかったんですけど、要は、カテゴリーっていうのが、Amazon ってすっごい多岐にわたってるんですよ。で、Kindle の場合。で、その中でですね、3冊ぐらいしか登録されてないカテゴリーがあるんですね。そこにカテゴリー変更したら、変更された瞬間に1位になってたりします。で、まあ自分と全然関係ないカテゴリーでね、1位取ってもしょうがないとは思うんですけど、割と、例えば僕だったら、コミュニティっていうカテゴリー、まだ3冊しか、本が登録されてなくて、もう今全然売れてないですけど、まだ1位です。なので、絶対1位取りたい人は、コミュニティのところ1個選んでもらったら、僕が2位に落ちて、その人が1位になるみたいなことになります。でも、その本4冊しか登録されてませんとか言わないんで、ですね。で、で、ただ結構本当に、売れたりする人も、1日700冊ぐらい売れて、Kindle 全体で3位を取った人とか、総合1位を取った人とかもいて、で、そういう人たちはどういうことが起こってるかっていうと、この Kindle 日替わりセールっていうのを取り上げられるんですね。Kindle 日替わりセールに取り上げられると、1日だけ特別価格で、例えば僕たちが売ってる390円の本が99円になったりして、Amazon のトップページとか宣伝してくれたりします。そうなると、さっきみたいに1日、例えば10冊とか15冊とか売れてた、まあ、そんなに売れてたりです。もっと少なかったかもしれません。そういう本が一気に700冊とか売れて、いきなり総合ランキングにバーンって入ってきたり。します。で、結構、この Kindle の日替わりセールに取り上げられる基準っていうのはあるらしいんですけど、僕たちのところで、Kindle 日替わりセールの候補に入りましたっていうのは、結構メールでたくさんいただいてるんで、かなり、そんなに狭きもんではないという、チャンスはあるっていう感じですね。で、出したことによってですね、結構新聞とかテレビとかでも、取り上げられるというかですね。まあ、こういうふうに、毎日新聞さんであったりとか、神戸新聞さんであったりとか、産経新聞さんとかですね。まあ、江南大学の学生が書いたんで、まあ、江南大学のサイトで紹介されたりとか、あと、こういう、共著とか、西宮とか、電子書籍っていうようなものがあると、割と、その、メディアの方にも取り上げられやすいっていう感じがありました。で、あと、まあ、こういうタイトルでやったんで、この人がですね、自分のストーリーを語れるようになった。さっきまでは繋がってなかったんですけど、本を書いたことによってもうどんどん喋れるようになった。じゃあ、そういう自分のどの部分を切り出したらいいのかっていうコンテンツもすごい切り出しがすごい上手になられたんですよね、この山崎さん。それによって、流れてきたチャンスにすごいドンピシャで答えれて、で、例えば用意ドンに出て、同じ月に入参加に出たりとかですね。うん。結構その、で、この山崎さんが本書いてよかったわ、って言ってくれて、
で、あと、たまたまその時、テレビ局の人がこう、探しにね、店をこう、歩いてきた時に、その本の、本を書いた時に使った、あの、自衛隊の時の写真があって、それも見せれたからよかったって、まあ、それはたまたまなんですけど、そういうような感じで、山崎さんは、電子書籍書いたことで、かなりの広がりを見せてて、で、まあ、この産経新聞さんには、3日連続の特集とか組まれたですね、もうかなりメディア伝播してます。はい、で、まあ、こういうふうにカテゴリー1も取りましたと。で、簡単なんですよ、本当に。電子書籍っていうのは、僕たちの、その、うずうず出版でも言ってましたけど、とにかく書くっていうこと。で、いつ出すっていうこと。なら、その逆算で絶対スケジュール組んでやるんですよね。あともう一つ、僕たちソーシャル出版って思ってるんですけど、Facebook グループとか作って、進捗を随時上げてもらうんですよ。で、まだ書いてないんだ、まだ書いてないんだ、みたいな感じで、こう、言うと、もう、期日が迫ってきたら、もうすごい勢いでみんな書き始めるって。で、ただ、それをしなかったら、最初の一文字を書くのにむちゃくちゃ時間かかるんですよね。構想とか練ってばっかりで。なので、これを言いたいから本を出すんじゃなくて、本を出す。さあ何言いたいみたいな。そういうことで出した人が結構多いです。でもみんな口を揃えてるのは自分の棚卸しになって出してよかったということを口を揃えて言ってます。はい。で、まあその西宮出版の事例なんですけど、これは、主婦の二人が、熊田さんっていう身の丈企業って言って、五条の難度を自分のオフィスにしてですね。で、要は、勤めるでもなく、その専業主婦でもなく、要は両方仕事と家事を両立させることができる身の丈企業っていうのを、みんなに伝えたいと。あと1分ですね。はい。っていうのをしました。で、この、もう一人の方はライフオーガナイザーって言って、まあそういうおうちオフィスっていうのを、実現するための整理収納の方ですね。で、この2人がですね、結構売れて、普通にキャンペーンにも取り上げられてないのに、総合4位まで行って、3日で1000冊ぐらい買ってもらえたんですね。すごく売れました。で、電子書籍もいいけど、やっぱり紙の本もね、出したいなということで、今、どっからか出せないかな。でもそれができたら、電子書籍から本当の出版につなげていけるっていうところで、今、地域からの活動をそこにつなげていきたいと思ってまして、できたらお願いしますということで、僕の発表を終わらせてもらいたいと思います。ありがとうございました。一言だと思って聞いてた。いや、でもね、一言ではなくて、林さんの話本当に勉強になるっていうか、うん、僕もすごくもう今こう勉強だの、本当に面白い話でしたね。だから Kindle ダイレクトパブリッシングで、まあ、立ち上がった時にすごく話題になって、結構ネットそういうIT 系の人たちで Facebook グループとか作って、みんなでわー作ろうぜとか言ってやってたんですけど、で結構いろいろなうての人が入ってやってたんだけど、意外にそこから出てきてないんですよね。そうなんです。だから、そのまずそういうネットができるってことで、じゃあ KDP やろうぜって話になるんだけども、まさにだから書けないんですよ、うん、結局。で今話聞いてると、だからそのいわゆる西宮とかそういうところの町の人のつながりで、まあ、そういう講演があって、それでみんな、で、それ、集まってる人はみんなそれぞれ自分の仕事を持ってる経営者ですから、とにかく書かしてみたら、みんな何かその自分のやってる商売のネタはあるわけですよね。そうなんですよ。で、それをここまで組織だって、で、さっき言ったようにかなりもやり方まで突き詰めてやったっていうのは本当すごいなと思って。ああ、ありがとうございます。編集者に褒められたら最高です。いや、本当にすごいと思う。で今だから本当に電子書籍もどんどん金額がでかくなってるんですけど、まあでもね、結構頭打ち感もあって、やっぱり僕なんかはもう最近は割に紙の方もすごく買いますけど、電子もすごく買う方なんですけど、だいたい講談社と角川が今1番2番なんですよ。でもやっぱりどういう形でやっていこうかなっていうところで、もちろん例えば関西洋歌とかあれも Kindle とかで売られてるんですけど、ちょうどそのさっき言ってた100円の話じゃないんですけど、まさにね、7月31日かなにデジタルウォーカーっていうのを立ち上げて、で前から関西洋歌は付録とか特集を結構安い値段で売ってたんですよ。
それこそ道の駅とかやったら1000冊オーバーでその電子書籍でね、はい、売れたりとかしてたんです。でそれを全ウォーカーでやろうっていうことで、ちょうどそういうあの発想で、まあ、だから特集とかなんか切り売りして作ったらどうかなと思ったんです。1冊買ったら重たいし、あの重たいっていうか電車が別に重たくないんですけど、はい、読むのに重たいんで、あのワンテーマであの読み切りで100円ぐらいだったらちょうどいいんじゃないかなって、だからまさに同じような発想で立ち上げたところで、まあ、どれぐらいいくかちょっとわからないんですけど、でその前に角川としてはミニッツ文庫っていうのをやってて、はい、でそれがもう本当にあの1分で読める電子書籍で、ね、だから例えばアマちゃんのクドカンの台本脚本をあの本出してるんですね。あの結構分厚い本になるんですけど、やっぱりあの半年のドラマですからあれの1話1話の台本をだからミニッツで売ったりしてるんですよ。面白いですね。であのおっしゃるようにアメリカでもすごく流行ってるし、だからそういう意味ではむちゃくちゃ面白いですよね。で6000ってすごい数ですよ。 ありがとうございます。本当に、いや結構衝撃、ある意味衝撃でしたね。 ありがとうございます。これから地域ではそのガイドブックとかね、すごいコンテンツを作ってたりするんですよね、お金をかけて。でもその紙物ってすぐなくなっていたりするんで、まあ、そういったものを電子書籍にして、Amazon から手軽に、結構無料、あの0円でも配布できるようになってるので。だからまあ、あの基本的には Amazon でいうとあの、フィックスドっていうのと、その後、もう要するに文字とあれで、開いた時に自動調整するのと2つあるんですよね。だから、はい、フィックスドっていうのは要するにもう PDF にして画面として、だからあの関西ウォーカーを通常の電子書籍に落とそうと思ったらものすごい大変なんですよ。要素が複雑すぎて。だから基本的にもう文字だけだったらすごい簡単だし、写真がものすごく少なければある程度調整可能ですけど、ややこしいものになるともうそのまま画面を PDF にしてて、で電子書籍にする方がいいんです。で Amazon ずっと認めてなかったんですよ、それを。それをまあ僕らもずっと働きかけて、今ようやくそれもできるようになったんで、まあそういう形、まあだから、関西ウォーカーとかの電子書籍でまだその形で売ってるんですけど、だ多分ね、今日の話を、岡本商店街の松田さんがじっくり聞いて、いろいろ考えてるんじゃないかな。ぜひ一緒に何かしましょう。ありがとうございます。でも本当にあの、なんていうか、ね、僕らはね、版元ですけども、もう本当に町とか個人とかね、そういうメディアがあって、でそこからまた逆に本当僕らみたいに本が出せたら、またそれはそれで素晴らしいと思うんで、今日はありがとうございました。はい、また相談させてください。ありがとうございます。はい、ということで、西宮経済新聞の林拓也さん、ありがとうございました。ありがとうございました。で、いよいよ、あの、鳥となりますが、今度は、滋賀医大から、特任教授、これ角谷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 すいません全然当たってませんでした。角谷、特任教授に、睡眠研究と超学際的な統合研究ということでお話をしていただきたいと思います。今ちょっと準備をしていただいているところでございます。はい、なんか鳥ということであるんですけどやっぱこれもう必ず戦争。戦争。はい。じゃあよろしくお願いします。あ、ちょっとお待ちを。まだつなぎてない。あ、まあ、なんか皆さんなんかえらく時間きっちりやられるんで、めちゃくちゃビビるんですけど。じゃあ、カズさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、そう。あの今日もっともっと僕は緩い話の予定できたので、えらくここに来てからいそいそと作ってたんですけど、まあ、2つのことについて、まあ、お話しようと思ってて、まずは、まあ、一般的な睡眠の話なんですけど、睡眠というのは、まあ、いろんな役目をしてますよという、体を休めるだけじゃなくって、寝取られて体が作られたりとかですね、成長とかにも関係するし、最近記憶にも関係してるっていうのがよく分かってきてて、そういう意味で、まあ、いろんな役目をしてますよっていうものなんですけど、実はよく分かってないです。睡眠っていうのは分からないことが非常に多くって、そういう意味で、学問的な研究対象としては面白いところです。で、あの睡眠を調べようと思ったら、睡眠の質であるとか、そういうのを見ようと思ったら、脳波を取らないと分からないんですね。で、起きてる時だけじゃなくて、寝てる起きてるっていうのは寝た起きただけじゃなくて、レム睡眠、それからノンレム睡眠という
この3つに大きく分かれて、さらにノンレムっていうのは浅い眠りから深い眠りに行くんですね。で、こういろんなものが分かるんですけど、そういうのを脳波で見ていくというのが、これ50年ぐらい前から始まってるんですけど、まあ、こういうのやってる。で、レム、ノンレムって何かって言ったら、人の名前でなくって、ラピッドアイムーブメントっていう、急速眼球の目がキョロキョロキョロ動くっていう眠りをしてるっていうのはレムで、その時大体夢らしい夢を見てると。で、すやすやとかぐっすり寝てるっていうのはノンレムっていう方なんですね。で、こういう二つに分かれるんですけど、まあ、それぞれ役割が違って、まあやってることも違うだろうというのは分かってますが、じゃあどういうふうに本当にコントロールされてるかっていうのは完全にはまでは解決はしてないです。で、寝てから起きるまでっていうのは、大体上のような、まあ綺麗な眠りなんですけど、寝て深い眠りに行ってレムに行く。深い眠りに行ってレムに行く。浅い眠りに、あんまり深い眠りが減ってきて、レムがだんだん伸びてくるっていう、こういうのがまあ、こういう周期をとって寝るっていうのは大体眠りなんですけど、年齢経てくると、年によって違うんですね。下側のような高齢者になると、しょっちゅう途中起きるし、睡眠時間も減るし、で、深い眠りも減るっていう。こうなるんですけど、別にこれ下の人異常じゃなくて普通の方です。ですから、こういうふうな、でも、上の方のような眠りしか普通じゃないと思うとったら、下の眠りをとっとると、みんな、自分は若い頃寝れへんで、病気ちゃうかと思っちゃうんですね。でも実は全然そんなことなくって、で、お昼間も寝なかったら本当は全然どうもないんですけども、で実際に寝る時間っていうのもどん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 短くなっていきます。年齢ともに。で、特に減るのが深い眠りなんですね。浅い眠りはあんまり減らへんで、深い眠り減るんです。だから、深い眠り全然取れんくなったっていう、ぐっすり寝れんくなったっていう、皆さん言われる。でもこれ、これ実際のところは、まあ、海外のデータで、日本だったらちょっと違う可能性がちょっとあるんですけど、まあそれは置いといて、ところが、実は、特に入っていた時間というのは、年齢とともに増えてくるんです。特に、リタイアしてから増えてくるんですね。そうなると、特には長をついてるけど、よう寝れへんと。寝る時間減っとるのに、長い時間とこについては寝るはずないじゃないですか。でも、そういうことが、皆さん伝わってないので、皆さんが、こう、結局損してるっていう。でも、かといって、80とかになって、夕方以降にやることがあるかって言ったら、それもまた一つの問題なんですけど、それはまあ社会として解決していかなあかんやろな、というものなんですけど。あと、日本っていうのは、睡眠非常に削ってる国です。これ NASA の写真でよう使わせてもらうとんですけど、こう、高高度ついてるのは日本、一番赤いです。形くっきりわかる。こういうところは他にありません。この辺とか、この辺とか、このとこ、アメリカですら結構色薄いじゃないですか。で、これ、先進国の睡眠時間なんですけど、短いところは3つだけで、長いところとこうだいたい1時間以上は違いありますよね。で、一番短い3つが韓国、日本、ノルウェー、これが3つの短い国です。で、長いのが、インド、中国、サウスアフリカで、真ん中にトルコがあると。で、アジアでもいうか、東アジアであっても、一番長いところは一番短いところに飛んでるんですね。で、日本と韓国は常にトップ争いしてまして、こんなトップ争いしたらあかんんですけど、前回は2011年は日本トップだったんです。で、今回は、2位か3位に落ちたんで、ただ日本の女性はトップです。我々男性は、日本の女性の犠牲のもとに、あぐらをかいて生活してるっていうのはよくわかるんですけど。で、でもこれもともと日本人は時間短かったわけやのって、これ NHK が5年ごとに調査してるんですけど、毎年毎回こう、睡眠時間減ってきてます。で、アメリカとかはこの10年間ぐらい睡眠時間が逆に増えとるって話があるので、これは日本は大きな問題です。睡眠時間短くなってるっていうのは別に活動増えてるからいいっていうわけだけやのって体にも影響を来すような悪いとこともあるのでちょっと問題なんです。で、どういう問題があるかって言ったら、これ反応速度と反応の正確性をお酒と起きてる時間で比較したっていうものなんですけど、そうすると、連続して起き続けてるとそれはアルコールの濃度と同じような感じになってきますよっていう。例えば、朝6時頃起きて、夜9時までずっと起きとったと。
そうすると、まあ、出勤曜日ぐらいですね。うん、で、朝6時に起きとって夜中まで起きとると、もう、免停間近。これ以上になると、飲酒運転というのは、アルコール濃度との、比較ではなかったので、そういう意味でこの図作った時にはこれ以上は書けなかったんですけど、徹夜とかするともうとんでもないっていうですね。で、徹夜明けに仕事なんてするのは、まあ、酔っ払いにやってもらうとんど一緒やっていうことで、これは気をつけなあかんんですけど、でもそういうことやってしまうとると。あとの眠気について面白いことっていうのはもう一つはリズムがあるんですね。これ、一番眠いのはもちろん夜中なんですけど、それと12時間ぐらいずれた夕方、午後の時間、これも眠い時間なんです。2番目眠い時間、これ食事と関係ないんです。実はこれ食事を定期的にずっと取ってもらってそれで調べた結果なので、これ食事との影響はなしでも飯食っとるが食っとる前午後の時間眠いんです。で、もう一つはここ普段寝る時間の数時間前は眠くないです。最も 眠気がない時間です。だから明日釣り行かなあかんから2時間早く寝ましたって寝れないはずなんです。あこういうことが、知られてないためにみんな苦労すると。だからこういうことをみんな知っていただくだけで結構変わるんですね。こういうのが睡眠の、一般の方に対する啓蒙で大事なことで、からこれは僕は面白いから選んできたものなんですけど、睡眠時間とから深刻な医療ミス、スタッフ間の不安。これが僕が一番言いたいことだよ。もちろん。スタッフ間の不安っていうのは、職場関係が悪くなるっていう理由の一つに、睡眠時間あるんちゃうかと。もちろんこれは、労働時間なくなっとるっていうそういう理由があるので、本当はどちらが理由か言えないですけども、でも、もっと寝たら良くなるかもしれないっていうのは言えるので、でこういうのは面白いやなと思います。で、まあ、これが、まあ、ここまでが睡眠の一般的な話で、これから、まあ、社会的に大きな問題である無呼吸について説明します。睡眠時無呼吸症候群っていうのは、夜寝た時に、まあ、誰でも力抜けるんですけど、力抜けるのは手とか足だけなので、顎とかも力が抜けて、そうすると重力でちょっと顎やべを起こしてくると。ほんで、非常に細くなってもって、実際に塞がることも起こると。そうなると窒息が、こう、喉の奥のところで起こるので、体酸欠になってくると。こういうのがあると、こういうの覚醒効果があるので一瞬目覚めて息すると、息すると酸欠なくなる、なくなると待たれるっていうので、こういうのずっと繰り返すんですね。で、こういうのを繰り返すとって何が悪いかって言ったら、まあこれが実際の、検査の結果こんなになるんですけど、こういう機械を使ってやるんですけど、この結果は私はありません。私はこんな重症じゃないんですけど、こう息が止まっとるんですよね。息止まっとって、息をこうして、息止まって、息して。これが1分なので、1分くらいこれ止まっとって、で、その度に酸欠になって戻り、酸欠になって戻る。これ酸素の飽和度っていうのはここに書いてあるんですけど、我々起きとるときに、息止めて、顔が真っ赤になるぐらいまで頑張って、だいたい90くらい。それが80とか、あるいはもっと測られへんくらいの値まで落ちるかとか結構あります。それぐらいの酸欠を夜中にずっと繰り返しておるといいわけはなくってですね。で、逆に治療法は確立してます。で、 CPAP っていう機械を使うのが一番よう効果ある方法なんですけど、素晴らしい。ここ喉の奥が塞がるもんで、ここのところへ向かって鼻から空気の圧力をかけて、空気の圧で広げたらと。これが一番効果がはっきりとある方法で、マウスピースっていうのも作るんですけど、だいたい無呼吸の回数半分ぐらいのところです。あと子供さんの場合には扁桃腺を取ったりします。で、こういうのを治療するんですけど、で、これ実はすごくありふれたものなんです。これ、300数十人のある企業のお勤めの男性について調べると、無呼吸ない人なんて4割ぐらいです。軽症が 37%、中等度が 15%、重症 6.6%。これ普通の企業の方です。だからこれぐらいの方は日本人で、病気の人おるんですね。で、重症の方っていうのは絶対治療せなあかんです。なんでかっていうと、命にかかるんです。これこれスペインのデータなんですけど、赤いのが無呼吸重症で治療してへん人。で、治療してへんと12年間で 15% ぐらいの人が
心臓血管し死んではると。で、右側は狭心症とか心筋梗塞が起こったっていうのは3割ぐらいおられて、それが、治療するだけで無呼吸がない人と同等に変わると。こういうふうな命に関わりうるので絶対治療したんです。でここはほんまなんですけど、ただ世の中ではこう眠気、ね、無呼吸中言ったら眠気で調べてっていうのよく言われてます。あれは、都市伝説です。これ実際に、その人の中で無呼吸がない人、軽症な中等症の重症の人で眠気があるかなしかっていうのを見ると、重症であっても眠いっていうのは4割ぐらいです。で、無呼吸全然脳っても眠いっていうと4分の1ぐらいです。つまりこれたくさん統計取ってくればおそらく有意差は出るかもしれない、出るでしょう。でもそれが、眠気のありなしで引っ掛けてきて調べるっていうのは意味があるか、ほとんど見逃すっていうことなんですね。ですから統計学的には差が出るかもしれないけど、それが臨床的あるいはほんまに意味があるかって言ったら多分ないです。だから眠気がどうのこうのって言ってるのは大きな、間違いだと思います。ただ重症の人は治療して眠気の感覚が変わる方がいはるので、そういう意味で関係はあるんですけど、ただそれを引っ掛けるために眠気を調べるっていうのは間違っとると。これがそのデータなんですけど、これ、赤いのが治療する前の、HIH の無呼吸の程度を示しています。これ30以上が重症中数なんですけど、で上、縦軸は眠気の尺度です。この赤いところより上が眠気がある人で、赤いところのこの点にあったのが CPAP 中治療すると緑の三角になると。確かに全体的に左下に落ちるので、眠気は減ります。でもこの赤の点々を持ってこの眠気あったからなかったかって調べたら、ほとんど半分ぐらいの人はちょっと損するやろうなと思います。であとこれ一緒か、太っとるか痩せるかにも関係あるんですけど重症の人は太っとる人が8割ぐらいです。でも2割ぐらいの人太ってへん人です。逆に無呼吸のお手も体重多い人っていうのは2割弱おられるので、確率は変わるけどみんなじゃないです。だからそういうことはちょっと覚えとっていただかんと、太っとるかどうのこうと言われます。あと事故への関係なんですけど、これも誤解がちょっとまだあって、確かに2004年の報告では 2.5 倍ぐらい無呼吸があると事故多いですよと、こういうのが報告が、いくつかのまとめて報告されています。で、最近では、先ほどの治療を受けると無呼吸のリスクっていうのはこう健康レートと一緒になるっていうのも分かってます。つまりリスクはあるけど対応できるんですね。で、ところがその対応しても、5人に1人しか事故は減らへんと。つまり 2.5 倍もあったらこれもっと減っとるはずじゃないですか。そんなことはないよっていうことです。んからヒヤリハットはさすがに半分ぐらいに減っとりますと。ヒヤリハットには効果あるかもしれへんけど、事故への効果っていうのはちょっとそれほどは大きくないと。あるけどもみんなが思ったら大きくないと。でこれが非常に面白い報告なんですけど、これオーストラリアで結構たくさんの数で調べた人なんですけど、無呼吸がない人から重症の人に、分けとるんですけど、で男女で色別です。で無呼吸の重症度とヒヤリハットはあまり関係なかったというのは左側で、関係あったのは何かというと眠気なんですね。眠い人っていうのはヒヤリハットが多かったよと。これはほんまやなっていう感じなんですね。で、ところが実際の事故はどうやったかって言ったらこっちなんです。重症度と実際の事故関係あらへんですよね、まあ普通のように見て。で、眠気でもすらもそこまで関係はなさそうやっちゅう。これ何を意味するかって言ったら、まあいろんな解釈の仕方あると思うんですけど、無呼吸っていうのは実はヒヤリハットとは関係するかもしれないへんけど、ほんまに問題ありそうな場合には眠かったら運転せえへんのちゃうかっていう、そういうふうな抑制が実社会で働いてるんちゃうかっていうことを意味するんちゃうかと思います。これはまだ今後解釈がいると思うんですけど、そういう意味で、
無呼吸とか眠気に対する意識が低かった時と今ではだいぶ世の中の状況が変わってるんちゃうかと思います、うん、それをいつのことを思ってどういうふうに対処したらいいかっていうのを考えていくかっていうのは大きな問題なので問題だと思います。で、これ2013年にヨーロッパから出てる眠気と運転の白書です。で、いろんな病気について、一番最初に話がありましたこの転換ですけども、転換だと事故のリスクが2倍ぐらい、2倍弱ですよと。で、一番上が、糖尿病で、まあその他これが心臓の病気とかそういうのでリスクがあるんですけど、まあ病気のリスクっていうのはまあ2倍ぐらいやろなというか。じゃあ一番多かったリスク何か。すごいなこれ、はい、25歳未満の男性今道交法では上の方は、問題があるという形で対応されようとしています。2倍までのリスクについては対応非常にされようとしていて、免許を取るのが難しくなりつつあるんですけど、こちらの方は特に言われてないと思うんですね。すげえあと問題となるのは、このアルコールをたくさん飲んだ場合にははるかにリスクが上がると書いてあります。こういうことがはっきりあるんですね。あんまり言うと僕はいろんなところで叩かれるかもしれないんですけど、これははっきりとヨーロッパの睡眠学会が、ホームページに載せている白書です。で、まあ、ここから、藤原先生とかと一緒にやってることを どんなものをやろうとしてるかっていうので、なんですけど、まあ、機械学習を使って、いろんなものを調べていこうということで、まあ、この機械学習を使って睡眠のデータとなるとどんなものかって言ったら、まあ、数字が検診の値になったりとか、波形が検査のデータになったりとか、で、文字がゲノムの ACG 遺伝子の情報に変わったりして、それで得られる出力としては医療のコストであるとか、病気のリスクであるとか、さらに予防の可能性とか、こういうようなものが将来的に分かってきたら面白いであるなと思っております。で、そのためには非常にたくさんのデータがいるので、自分たち滋賀におるので滋賀のことありますけれども、それだけはなくて国内とか、海外とかと一緒にやっていってたくさんのデータを集めていくと。で、そういうことでいろんな人らと組んでやっていってます。で、滋賀県の中でも滋賀医大そこにあるんですけど、まあ、甲賀市全とか、あるいは滋賀県全体であるとか、あるいは長浜市とか、そういうところ、あるいは企業さんと一緒にとかいう形で、いろんな形で、これは滋賀の中だけですけども、それだけはいろんなところでやっています。で、海外ともこうやってさまざまな国と一緒にやってて、月に1回電話会議があって、年に1回実際に会って、で、去年と今年9月にも、実際に会って話をするために行ってくると。こういうバーチャルなものだけじゃなくて、やっぱりリアルで会うっていうのはやっぱり大事なんですね。情報量が全然違うので、あと海外の人の電話会議とかになると、誰が話してるのか僕にはさっぱりわからないです。正直言いますか。海外の人、アメリカ人同士とかは、誰かっていうのは分かってる感じなんですけど、声だけ聞いて判別なかなかつきません。顔見て初めてわかるという。それはやっぱり、どうしても損するなと思います。で、あと、まあ、面白い話として、今年、論文化したんですけど、鉄道に自殺と日照時間、数日前、左側が3日間、右が7日間で、前数日間の日照時間とか、日照があったなしとかで、鉄道の自殺のリスクが変わりますよ。これ、当日とか一月とか、そういう長い、短すぎる、あるいは長い時間経過ではなくって、数日という経過が効くというふうな、これ、リズムと、睡眠というのは非常に近いので、そういうところからのアイデアでやった話なんですけど、あと、まあ、出だしは、飲み会で話が出て、そう思うんやけどどうかって言って、天気は悪いやついたら、そういうの多いような気がするけど、どうかお前調べてみいへんかって言われたのがスタートなんです。あと、睡眠学会についてもちょっと宣伝しておくんですけど、睡眠学会、どんどん会員数が増えてる学会でして、この、書いてないか。2003年の時に、新幹線の居眠りの事例があって、それから非常に社会的に、こう、認知が増えて、どっと増えてきたという学会で、結構、いろんな人が参加してます。医師だけじゃなくて、歯科医師、検査技師。で、医師の中でも、精神科、呼吸器、耳鼻科、
内科、循環器等々、いろんな人が参加しているっていうので、そういう意味で多分野の人が参加しているものでして、これ僕は若手の会の、幹事みたいなのもやっとるんですけど、それで学会の時にデータブリッジでやってます。これ非常に面白いので、これ、発表者です。一人、スライド1枚1分間。で、どんな偉い先生でも、1分でスライド聞きます。で、もう一つは、必ず被り物。4、5種類の中から1つ選んで被って発表する。これはちなみに、某学会の、前回の体育会長の先生かなんかなんですけど、被っていただきました。前年も結構偉い人に被ってもらいました。で、まあ、お酒を飲みながら、こうやってワイワイと。結構人気イベントです。こういうのをやるの面白いなという。から、2011年に京都で学会やったんですけど、その時にファッションショーやりました。これ、ガチなファッションショーで、メルセデス・ベンスファッションウィークというののイベントになっていて、これの最初のモデルさんの、あれから、なんて言うんでしたっけ、選んでくるやつ。モデルさん選びから、実際の、オーディションですか、オーディション。モデルさんオーディションから、何から参加して、あとファッションショーの現場でもこう、物を持って立ってました。僕参加したんです、これ。から、これ今、高校1年の教科書なんですけど、これは睡眠の先ほど出した変化であるとか、その時の画像であるとか、こういうのが今、高1で勉強してます。ですから、今の高校生は睡眠に対するリテラシーは非常に上がってくることを期待してます。その今のぐらいからが、超学際研究という方に行くんですけど、これ、ICS というので、インターナショナルカウンシルフォーサイエンスという、日本で言ったら、学術会議にあたるものが、各国の学術会議で集まって作っているものがあって、それがフューチャースという、プロジェクトを今やってます。そのプロジェクトなんですけど、これは持続可能性であるとか、そういう生存とかそういうのを言ってるんですけど、その場合のキーワードとして超学際的な統合研究というのが挙げられています。で、これまでの科学っていうのは科学アカデミアと実社会っていうのがただ横にあるだけだと、それがもっと混じり合う形のものが今世紀必要だろうし、場合によったら本当に中に入ってしまっている、こういうものが必要だろうと、こういうことで、あれ、これ出どころ書いてないか、こういうふうな形に、科学というものの考え方を変えていかなきゃいけないかと。ゼロではないですけれども、こういうふうな分野があるんではないかということで、文科省のフューチャーアースに関する調査研究というのが、あって、それ中にあるんですけれども、ステークホルダー、つまり関係者と一緒に、一緒に企画して、一緒に実動して、それでアウトプットも一緒にやっていこうというふうなことが今後必要だと。そういうのがまさにこういうイベントそのものだと思うんですけど、で、その時のステークホルダーというのにつきましては、科学の分野で言ってるステークホルダーだけじゃないですね。メディア、市民社会、から市民の人たちが作って NPO、まさに日宮とかそういうの事例とか、こちらの両方を兼ねた形だと思うんですけど、あとはビジネスですね。から開発グループ、これはこれはフューチャーアースなので開発グループに入ってくるんですけども、あと、政府機関と書いてます。これはガバメントって言って日本政府だけではなくって行政そのものです。市であるとか町である、町であるとか、からファウンダー、助成金を取ってくるとか、そういうのも含めて、あるいは寄付金でもいいですし、そういうものから、そういう間を立つような人がいるのというのと、学術の分野がこういういろんな人たちが一緒にやっていく必要があるやろうと。こういうのがなかなかいろんな分野で全部がうまくいくわけじゃないですけれども、ただ医学の分野、僕は医学の分野は結構こういうのに近いところもあって、本当の意味のガイドラインというのを作るときには、論文を全部システム機に検索して、で、レポートを作るだけじゃなくて、その最終段階で市民であるとか、その政府機関とか関係者、集まって話をして、で、それの
症例度であるとか、そういう大事、何が大事だと思うかっていうのをみんなで話し合って決めようということが必要事項として挙げられています。ということは、こういうふうなステークホルダーの関与というのが本当に必要だというふうに、アカデミーあるいはメディカル分野では少なくとも思って始まっているということだと思うんですね。ですから、こういうふうなことを、思いながらやっていくのは今後大事やろうなと思ってます。ということで、ちょっと早い気もするんですが、はい、お話とさせていただきます。ありがとうございます。もういよいよハモが近づいてきてるということで、あの僕まさにあの CBAP やってまして、はい、でちょっと大阪から東京に移ったんで、あのこっちで行政会病院ですかね、行ってて、で今東京で虎ノ門で一応紹介してもらってるんですけど、はいはいはい、なかなか行けなくてですね、あ早く行かなきゃ、ぜひ行ってください。まだあの機械だけあの、はい、大阪のやつ持ってってやってるんですけど、あの全然僕相当重症だったんで、あの大学の先生が驚いてたぐらいでしたから、皆さんも一回調べてみた方がいいですよね。あの僕正直言ってるのは、自分がいびきがあるとか言われてる人については少なくとも一生に一回は絶対調べるべきやっちゃう、うん、でなかったらなかったらもういいじゃないですか、うん、あった場合が あった時の対処がはっきりあるので、うん、別に対処すればいいわけ、ね、でこれリスク減らすだけのことなので、これ検診そのものだと思うんですよ。なんかあんまりまだ一般化してないですよね、うん、結構一晩ぐらいつけてちゃんと調べるとはっきり出るんで、そうそう、本当に夕方4時ぐらい眠くなりますよね。いや眠気はちゃんと感じられる人はいるんですけど、全然何ともないっていう人もいるんですよ。あでもそういう方の場合には逆にあのこうつけたからって言ってメリットが感じにくいじゃないですか、うん、それはあの眠気は眠気はって言うとると眠気は取れると思ったりとか、うん、そういうそこのメリットを期待しちゃうじゃないですか、うん、でも期待に応えられる人も結構あるので、うん、だからそういう言い方をすること自身が続けさせることを阻害してると思うんですよ。あくまでもあなたがやるのは、脳梗塞心筋梗塞予防であって、それ以外の症状を取れたらラッキーですよと。ああ、なるほど。そういう、こう、視点を変えてあげないと、だって、本人さんたちの利益にならないじゃないですか。だからそういう相手の利益目線というのがやっぱり大事だろうなと思います。今日本当どうもありがとうございました。ということで、ここであの F アラさんとそれからもう一回あのメンバーさんに戻ってきていただいて、はい、締めのお言葉をいただきたいと思います。お座りください。どうも。はい、ということで、まあ、座ってください。あの、はい、マイクもあるんで、はい、私ともちょっと司会みたいなことやってましたんで、今回あの東京に続いてあのこのプレゼン大会第2弾ということで、はい、東京の方はあの配信しませんでしたので、今回初めて配信ということで、お二人感想をお願いします。やっぱり面白いですよね。で僕自身も聞いたことがない話もいっぱいあって、であえてこういう場じゃないと自分から聞きに行こうって思わない人結構多いじゃないですか。でそういう意味であのまあ、研究者側は僕は選びましたけど、メディア側の方々の話とかすごく面白くて、で絶対自分では聞く機会がないですから、やっぱいい勉強になりましたね、自分ちょっとね、今日残念だったら奈良の海流王子の石川重源住職に来ていただく予定になってまして、はい、あの非常に奈良の名刹なんですけど、あの石川住職がものすごい IT 坊主で、昔あの三浦淳さんにあの石川淳也さんは当時若い頃すごい男前、今も男前ですけど、イケてる住職でイケジュって言われた、イケジュすごく面白い話が聞けたと思うんですけど、ちょっと今日はあのご不幸があったってことで来れなかったんですけど、非常に面白いメンバーでしたね。またそれは次回ですね。はい、ニッパさんどうでしょう。そういう交じり合う感じっていうのはすごいやっぱり面白いですね。あの何というんですか、こう同じ話ばっかり聞いている環境にいてしまうとつまんないじゃないですか。でそういうところから逃れられる感じっていうのがね、とっても面白かったと僕は思います。であとやっぱ、まあ、サリーさんの料理もそうですし、角谷先生の睡眠の話もそうですけど、いかにサイエンス科学が僕らの生活と密着しているか、全然遠いものじゃないんだというのがやっぱりこういうのでよくわかるかなというふうに思いましたね、うん、あとこの回をね、あの林さんに負けないようにどんどん電子書籍そうですね。コンテンツ化し、マネタイズし、みたいなところを。まあ、
書き起こすのが一番ね、テープ起こしが一番しんどいんですけどね。あれしんどいですね。あれはしんどい。はい。ちょっと経験を。今日の黒谷生産士とか起こせばあれだけでも一冊できちゃうんですけど。あとなんか、ね、一人一分でやってるやつをなんか気になりますよね。あれは、我々もやってみたいですね。はい。はい。ということで、今日一日やってきましたが、この辺りでそろそろ締めということで、はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。センスがなくて失礼しております。